眼科医の平松です。いただいた質問で、ピンホールメガネって効果ありますかっていう質問をいただきました。結論を言うと、目を休ませる効果がある。けど、まあ、視力回復っていうもんでもないって感じと思っていただければと思います。どういうことかっていうと、 ピンホールメガネって何なのっていうと、穴が開いているメガネみたいのがあって、まあ、それをかけると、あの、禁止のメガネをとかしてないのに見えるよ、というような感じのメガネになるんです。まあ、実際ね、それは何なのかっていうと、焦点深度って言って見える範囲をちょっと広げてあげることで、ピントはずれてるんだけれども、まあ、ある程度しっかり見えるので、ピントを合わせる。 筋肉って目の玉に毛様体筋ってあるんですけど、それが遠くにあったり近くにあったりいろいろするのにエネルギー使うんですね。それをあんまり使わないで済むので、まあ、目が休まりやすい。まあ、ちょっとだから疲れたなーって時にピンホールメガネしないと、まあ、ちょっと生活できない、メガネしないとできないって場合、まあ、そういうので生活していただくと、まちょっと楽になりますよと。じゃあ ね、いわゆるこう、裸眼視力アップしますかって言われると、ちょっとそれとは話は別かなっていうふうに思っていただけるといいと思います。まあ、こんな感じでいろんな情報ね、ありましたら、えーご、質問に書いてくださればコメントを返していきますんで、よろしくお願いします。